天然温泉もあるんや。お、本日空室ありやんで泊まる。行くか。残念ながら。今日も車内や。今日も京都で。トイレも綺麗。なんかいろいろやってるよね。うん。フィッシングとかあるの。かわいい。ね、まだ入り口なんやけど全くすまんな入村料が500円したんですけど500円券をもらえてすごいな、それ2枚やろ。うん、びっくりした。なんか各国の旗があるよ。ほんとや。どっち回り？時計回り、時計回り。え、あ、そっか、時計回りこっちかスペインの旗あるよ、ほら。ほんとや。何これ、クラフトワークショー。何するんやろ。なんか全部おしゃれじゃない。これホテルなんや。え、ホテル本当なんとかって書いてある。この壺と一緒に写真撮るんかな。え、違くないそうなん。もうちょっといい場所たくさんありそうやけど。え、何に使おうかね、この500円。めっちゃ悩まん。なんか食べれるものだったらいい。わかる。カフェ食べ物がいい。めっちゃいい写真になりそう、これ。太陽出てきていい感じやね。え、溶け溶けやん。本当に綺麗。かわいい。白い壁と太陽と海と。食べ物。食べ物やった。やばい、めっちゃ綺麗。白壁の太陽っていいよな。うん。地中海ブルーソーダと地中海サンセット、うん、ブラッドオレンジベースなんですね。うん、美味しそう、うん、すごいことになりそう。うわ上手。うん、どっちから。じゃあこっちから。なんや。めっちゃさ、つぶつぶした。つぶつぶした。このつぶつぶが、うん、そう、これが何つぶつぶって。飲んだらわかる、うん、え、おいしい。んやろ。わかった、これ。んイクラが弾ける食感やそんな感じ。え、すげえ、マジでびっくりした。イクラの携帯がイクラやん、これ。イクラではない。どっち好き。こっち。そっちの方が、こっちちょっと甘みが強いかな。あ、私こっち好き。うん、じゃあトレードで。めっちゃこれおしゃれだって。てかさ、うん、この背景で写真撮ったらよかったやん。でもこれ写真でもう混ざりきったんだけど。あ、そんなにもあるさ。なんか森だらけやね。うん、全然気づかんだ。なんか音楽もいいし、待って、めっちゃ綺麗なんやけど。やってみて。違くない？ほんま？まだ。鳴らすよ。うん。びっくりした。思ったより音で鳴らすわ。
麗。かわいい。これでアミーゴ。アミーゴ？アモーレじゃない？アモーレ。何が？これ。これでアモーレ。愛の加減。わあ、おしゃれ。どうも。はい、降りますよ。ということで、新婚旅行はギリシャにしました。イエーイ。こちらは、ここはどこでしょうか。ここは三重県の志摩地中海村です。志摩地中海村です。もうヨーロッパ旅行、そうだね、もう十分やね、これでね。ヨーロッパ行ったことあるって言っていいよ、ね、ほら、フランスの国旗あるし、うん、向こうにスペインの国旗もあったし、うん、イエイ。